だがユイとの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。えっ、マジか。悲しい。後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイとの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、分かった。さあ、手当てが欲しいね。いやいやだーやっ、少しは成長できたかな。悔やんでも散ったドローンは戻ってこない。奴の犠牲を無駄にするな。それはキラズナ本人の言うことじゃないぞ。いやいや、私はユイトのリクエストに応えてやっただけだよ。やった。攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。手早いやつだな。さっそううまく使え、ユイト。スピードにはスピードで対抗だ。外角の損壊を確認した。畳みかけろ。力を貸そう。ケンバさん、よろしくお願いします。話が賢くなくていいと言ったのか。俺も呼び捨てで構わん。片付いたな。今回は働きすぎた。もう何もする気が起きないぞ。しかしカラスのドローンを撃破した件はどうする？奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。怪異と間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイとも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな。君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない。そういうことにしておこう。ま、やるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。